次だ。ヘビスマ580は根こそぎ奪っていきます。もう生きようとする意志すらも今根こそぎ奪われてしまった。すごいダメージが出た。アタックレインフォースでしょうか。バリャーボー、あー、ちょっと何君たち、こんな姉妹いたっけ。何この姉妹、踏んでいくこの姉妹、カチンときます。絶対に許さん。さあ戦争がたった今キブタが切って落とされた。パニヤマ一目散、まずは座るパニヤマ、歴戦の勇士パニヤマ、クリスタル掘ってなんぼだろう。このファンタジーアース、真の両プレイヤーか。画面的にちょっと映ってないんで、パニヤマ座り直していく。さあイケメンを前面に押し出していくぞ。この放送今回も掘りは十分か。どんどんおべぼの声を上げてってほしい。常に死角に狙われるパニヤマではおべぼは厳しいものがあります。さあケベを使うしかないか。正解、あーしかしトレード拒否。ここら辺りにパニカスの寂しい現実がある。もしかして持ってくれるんですか。ブスケットボール、ありがてえ、あんたについていくぜ。さあ片手にクリスタルを託し前線に向かうパニヤマ。そしてこのロッシュ平原、ここはパニヤマ大得意のマップ。10キルを下回ったことがない。高低差が激しいこのマップ、ハイドがバレる可能性はゼロに限りなく近い。しかし先ほどすでに敵近くで埋め尽くされているというヤバいニュースも来ています。さあ下の方は押されているのか。これは上から攻めるのが定石でしょう。さあハイド、パニヤマ、ボン、あーこいつ早速すでに後ろに回られていた。千秋が来ている、ありがとう千秋。またしても友情、しかしダブルハイド、ナヤコニガヌスがいる。危ない、あーカッ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 、危ない、今殺されてた、今死んでた。薄々気づいていたが、ここも死角だらけでした。キープチケー、どこまで来てんだあいつら。くそ、悠長に回復してる時間はない。ここはステーキを使わなければいけない。パニヤマここはコストを使ってでも前線に戻らなければ10キルは到達できません。そう AT が欲しい。 AT 誰か立ててくれ。パニトツがやばいぞ。ここ音が怖い。ニガヌスがいる、ニガヌス、あーっと死んでしまった。ニガヌス決めたかった、この手で決めたかった煽りまくりだこいつ。お前どんだけ闇背負ってんだ。しかしヘイトを集めてくれているか。これはどうだ、硬い、5割削れない。どれだけ硬いのあの人、ほんとソーサラーか。あれスカウトはソーサラーに攻撃力補正がかかると聞いていますが、こっちから行こう。あこれは決めたいぞ。あーうまいバッシュ。ああまずい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 、よーく見えてらっしゃる君たち。うーこれは今パニが来るとまずい。あーくそ、セップしたのにすごいズラ、弱肉強食ができている。煽ったルシファーがさらに味方の探検に煽られている。こういうゲームじゃないんだけどな、これこういう煽り合いのゲームじゃないんだけどな。お茶の間に流していいのかこれは。若干放送的な危機感を感じているパニヤマ、あのパニカスは許されていいんでしょうか。もう僕は本当パニカスとか一番嫌いなんで、一番イム対象なんで、パニカスはモテませんから。もう僕はあくまでパニスカなんで、ね、そこを間違えないようにしてください。あブスケットが、これはついてこいということか。ついていきます。ここはブスケットを信じてついていくパニヤマ、何かチャンスをメイクしてくれるのか。これは情けない。しかし今はブスケットを信じてついていくしかない。アイバッシュガチンコだ。あーちょっと遅れた、間に合わなかった。
いやしかし削れないでしょう。片手は厳しい。何回出す。すごいメロン君という縦ソーサラーがいる。阻まれるパニヤマ。縦ソーサラーにパニは厳しい。そしてすでに前線が上がっている。もうパニヤマでは間に合わない。別ルートから行くしかない。近くも来なくなった。諦めたんでしょうか。一回きりのハイドトスか。周り誰もいないぞ。ハイド余裕のよっちゃん以下でしょうか。さあパニヤマ、人気の少ないラインから切り込んでいく。このルートどうよ。この探検マスターにしか来れないルート。さあバックアタックだ。ムマ片手です。火を吹いてます。うまく味方が押し込んでいく。片手すらも、あ、ケツドリル、ナイス。そのヒットポイント、ステップしてくれ。ケツドリル、あ、つぼみかん、片手で来ている。普通に殺しに来てる。崖の上に誰かが、さあ登っていくぞ。沼、おいしいおいしい。これはこれはおいしすぎた。ハイエナです。キルだけゲットくん、皆さんありがとう。なんかごっつぁんキルしかしていないパニヤマ。ボア400、痛すぎる痛すぎる。 B392、 やばいやばい。アンパンマンゴー、バーカバーカ、お前らバーカ。あーっと危ない。 WAT に打ち落とされたアハレです。バカは僕でした。 AT やっても打ってくるんだこいつら。僕がバカでした。ルシファーお上手です。お上手。お前今情けなかったぞアンパンマンゴー、叩き落とされやがって。ニガヌスとアンパンマンゴーはちょっとお茶の間に集体を晒したんじゃないでしょうか。情けなかったぞ君たち。笑えるぜ。さあパニヤマは決してそんな集体は見せたくない。切り落としていきたい。キルで沸かせたい。さあ地獄の道案内人パニヤマ、サンズの受け渡しパニヤマ、煽られっぱなしではいられないぞ。さあこの丘を越えれば、そこには主治肉林かハーレムか。しかしそれは幻影、戦場でそんなことはない。アンパンマンゴーを見逃して、ナイスアッソ。ここだ、うまい。パニヤマ完全潜っていった。ヒーヒー、よし。ああ、あーでもよし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 、これです。美しい秒。やめて、落ち着け、みんな落ち着け。まあまあ、ふー、一瞬で解けた。マニヤマ一瞬で解けた。あらゆる攻撃が入りました。そしてお前戦え、戦ってくれ、それやめろ。ここまでして煽る、上に重なるためだけに死んでる。死体を死体で重ね煽り、アホすぎる。バカかこいつは。そう、怒られるの僕だから、責任取らされるの僕なんでね、いつもそこをニガヌス、あの、履き違えないようにあのプレイしてください。粛々とプレイして、粛々と。さあメタ発言も出たが、あくまで妹を助けなければいけないパニヤマ。ブスケットが待ってくれている。ありがてえありがてえ。ほんとなぜ見捨てられないのかパニヤマ。さあブスケットについていく。頼もしい。いつもチャンスは片手が作ってくれます。パニヤマ後ろをついていけばいい。あー千秋もカバーで入ってくれています。おは、これは、おっとダブルバッシュ。そこヘイトを稼いでくれている。あーっと決めた、上手。そしてあーくそ、あやった助かった。ギリ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 無敵時間。ああーよし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 、無傷、ほぼ無傷だ。無傷で戻ってきましたパニヤマ。千秋ブスケありがとう。さあノータイムでもうワントライいける。オイルがかかっているぞ、気をつけて。オイルは敵から見えます。敵うまく避けて、あーっとこれは普通に敵の前にステップインしてしまった。仕切り直しです。ここは美味しい。
毒が撒かれているぞ、気をつけろ。ブスケットボールバッシュか。マルネ煽っていきたい。あ、うまい。これは無理か。あ、これは、あーっと、ここでパルネーが死んでしまった。そして皆さんおなじみマイムマイムが始まります。さあパルネーの上でビャー、やばいやばい、音楽止めて、音楽止めて、音楽止めて、これは危険。ちょっと踊ってる暇なかった。ひひ、あぶねー、あぶねー、死ぬとこだったわ。影に普通に隠れてたわ今、スカーフォードの裏に。危うく戦場のピエロになるところでした。パニヤマ住んでのところで命が助かったといったところか。さあ潜れるか。わあ、危ない危ない、これは無謀です。真正面から行ってはいけない。さあ切り込んでいく。なんか周りに矢印出てるけど気にしない、なかったことにして、見なかったことにして。パニヤマ突っ込む。これは敵には見えない、敵に見えてません。さあ片手3割どうする。これ打てば入るんじゃないのか。あーっと入らない、うまく見ている。 B、 ちょっと待って今、あべあ、あまずいまずい、姿勢ばっかり上げてるのもまずい。ちょっと冷静になりましょう。ほほ、パに打たれてた、死んでました。危ない危ない、後ろから来てるって。ブスケット、ブスケットさん、座標重なって、座標かぶって、おお、ナイス、クランブルストーム、これです。真の友情がここにある。これがファンタジーアースだ、協力ゲーだ。さあ回復だ、レアステーキ惜しみなく使っていく。コストを気にしてる場合じゃねえ。ノリに乗っていますパニヤマ、今こそ10キル決める時だ。さあ行くぞ、ゴーゴー、煽っていくスタイル君も来ている、一緒に煽ろうぜ。なんかいるぞ、なんかいるぞ。あーっと、あ、ハイドが切れている。なぜ今、なんで、なんで、なんで今、なぜハイドが切れたのか。なぜか切れていました、おかしい、ハイドが切れてるのはおかしい。アンパンマンゴーが煽っている、ルシファー煽っている。君、大天使のくせにやってることがえぐい。煽っていいのか、そのキャラで。そう、ローアングルで攻めて、恥ずかしめるしかない。くそ、なんだったんだ、今の。あ、スマを食らったのか。スマね。ちょっと盛り上がりすぎて気づきませんでした。申し訳ない。さあ、戦争時間は残り半分を切っていますが、キルは若干足りないか。10キルには、あ、誰か来ている、ケツドリルが来ている。危ない、甘いブレイクで助かりましたけど、あーっと千秋が助けてくれている。ヒッヒッフー、あー、お、なんだ桐崎、これはターゲットをミスったのでしょうか。やってしまったが桐崎、しかしここでパニを食らったら死んでしまうが、危うい、何か見えるぞ、何かいるぞ。パルネーって見えなかったか今、これなんかいるか。あれ、見失ったパニヤマ、痛恨、お煽っていく、こいつ許せません。パニヤマ、これは仕留めていきたい、しかし一人では厳しい。千秋手伝ってくれ、よし、足止めでいい。千秋さん、あ、なんか闇ってるぞ、おい、これどうしたの。え、こんなにできるのか、ここやばいやばい。さあパワーブレイクがあっても通常があります。ルシファー通常で削られちゃうよそれ。どうしたのかな、ルシファーちゃん、散々追ってくれて。あーっと必死のステーキ、しかしこれは無駄でしょう、削られていきます。さあホリックが追い詰めた、片手誰も手を出さない、パニヤマにくれてやるぞと。それでも殺しきれない、マジかこいつ、殺しきれないの今ので。しかもアームブレイク、うわー、これはもう片付けてください。誰も攻撃しない、
ひどい接待だ。ありがとうございます。いいのか。そして装備忘れてることに気づいてしまった。そう、シューズ買ったのに装備してなかった。ほら、雷剣シューズ、こっちのが強いんで。古いのはここに捨ててっか、臭いから。最高。さあパニヤマ、心機一転、戦場に向かいます。今ルシファーの死体の上で立っていたのは、やむにやまれぬ装備の事情があってのこと、決して煽りの意図ではなかったということを視聴者の皆様にはお詫びしておかなければいけない。決してなのです。そういう意図全くないんで僕。決してルシファーも違うから、もう装備をただこう更新してただけなんで。そして古いのがいらなくなったから捨てただけなんで、勘違いしないでほしい。さあもうこの時間 0.8 いくぞ。千秋さん待ってくれ、堀口さん待ってくれ。ちょっと顔真っ赤の人たちが仕返しに来るから待って、連れてって。これは南の主戦場に行くのか。よし行こう。どこに前線が。これは意外に惜しい。横からつける形になっています。あ、ここカットインできれば非常に美味しい。あ、銃が気づいている。さあ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 入れていくか。あー、うまい。トゥルーブレイクがかませられればおそらく殺せていたでしょう。しかし残念。あっと、これも厳しい。片手は硬い、削れません。いや、おバッシュで弾いた。すっごい、味方の片手つえ。これはさすがにバルネーもどうしようもない。殺されるしかなかったか。さあここで仕留めるしかないぞ。残念だが上級者に闇は効かない。さあ無理か。いや回復でもしとこう。倒せる倒せる。あーっと、誰かのパニで死んでしまったパルネ。あー、しかしこれはちょっと闇なんで、暗いんで、この場に留まっておいた方が賢明ですね。突っ込むと危ないんで。危ねえ。お、来てるぞ。気をつけろ。皆さん気をつけて。あ、やばい、コストがない。コストが切れている。やばい。こんなにステーキバクバク食べてたのか。コストが切れています。痛恨パニヤマ、コストゼロ。やばい、一撃がやばい。あ、やばい、まずいまずい。レアステーキコスト8か。やばい、切り裂きが来ている。千秋さん、切り裂きいます。やばいぞこれ。残り時間どうすればいいんだこれ。緊迫感がやばいことになってきてますが、切り裂き普通に暴かれたか。あっと、これは切り裂きに突っ込まなきゃダメだろ。バーバー、やばいやばい、突っ込むじゃなかった。さあ敵卒のパニー一発でビョー。まずい、やめてください。ひっ、ブスケさんありがとう。あ、敵のど真ん中、今ヘビスまで死んでました。危ない。敵卒だらけだ、今何食らっても死ぬ。さあまずいぞ、ガードブレイク入ってなくても死ぬ。これはナヤコが決めていきたい。しかしこのヒットポイントで臆していたらキルは取れません。パニヤマ、最後の、あ、オイル食らってるよ。でも決める。あーっと、うまいですよね。オイル見えしたもんね、漏れしたもんね。オイル、やばい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 。100しかない、ヒットポイント100しかない。 AT 先生、アロタワ先生、せめてここで、そういえばブレイクでも死にます。パルネーが来ているぞ、パルネーが来ています。皆さん、後ろにパルネーがいます。煽ってすいませんでした。パルネーがいますよ皆さん、ほらそこにいます。いやもう決めるしかない。よし、何食らっても悪い。あ、闇、ヒッヒッ、ブスケットボール、よし、バース。ダメでした、貫通する、ブレイク貫通するんだった。ちょっとブスケットボールの盾を過信しすぎた、貫通攻撃がありました。普通です、
まあそうだよなっていうオチです。残りゲージ、これはもう終わりでしょうか。さあ諦めずに、せめてクリスタルにはキルクリを渡していきたい。さあ無名の彼にキルクリを渡し、戦争最後まで諦めないぞ。両プレイヤーを見せるかパニヤマ。これいたら爆笑だな。嘘だろお前ら。捨てた千秋が守ってくれていたのに、守ってくれていたのに、これだ。気を抜いてしまった。最後ハイドサーチしようと思って矢先に、最後これか。デッドランキング、あー見るのが怖いですよね。5キル6デッド、敵一つの高笑いだけが戦場に寂しく響き当たっている。戦線が、宅配チェックしましょう。コメントありがとう。宅配チェック、さあ小じきタイムだパニヤマ。味を占めているぞ確実に。何か来ている。あー、これはチョコレートが来ていた。パニヤマモテまくりです。千秋からチョコレートが来ている。これは発展場なのか。